皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。タイトル通りにもあるように、なんとまこちゃんに彼氏が来ました。おめでとうございます。なんかこういうキャラではないので、どういうふうに皆さんにお伝えしていいかちょっとわからないんですけど、でも本当に本当に念願の彼氏ができました。イエイ。ですね、その彼氏さんの詳細については相手さんのこともあるので、基本的にはお話は今後も YouTube でも SNS でもしません、はい、ですが、今回はこのお付き合いしましたよというご報告動画なので、特別に最後の方に、顔出しはないんですけども、彼氏さんとのお写真をどこかに貼っておこうかなと思うので、ぜひ見てください。はい、で、4月後半とか5月くらいに千葉エリナちゃんとね、恋愛トークの動画を出した時に、まだ彼氏欲しいとか出会いないとかって言ってたんですけど、本当にその時は出会いがなくて、彼氏さん、今の方と出会ったのは5月の後半頃に出会って、でお付き合いしたのも、今これが配信8月かな、8月なんですけど、先月お付き合いしたので、本当に短い期間の中で、パパッと進んだ話だったんです。私自身やっぱり車椅子になって、セカンドバージンはありました。なんかその恋愛、お付き合いするまでは至らないけど、そういうセカンドバージンのお相手っていうのはいたんですけど、そうじゃなくても怪我をする前の1年くらい前に彼氏、その当時の彼氏と別れてたので、5年彼氏がいなかったんです。なので私自身も車椅子になってのその恋愛に対して前向きになれないっていう部分もありましたし、実際その恋愛ってどうやってするんだっけかなとか、恋愛モードっていうのを全然忘れていたので、改めて思ったのが、車椅子であろうがそうじゃなかろうが、やっぱこの自分からしっかり恋愛モードに行かないと、その発展っていうのはほぼしていかないんだろうなと思いました。出会いもこんなとこで出会うんかとか、これが出会いになったのかっていう感じの出会いなんですけど、そこからやっぱりじゃあお互いがその男女として恋愛に進んでいくためには、やっぱ連絡とかのね、こうまめにというか、今までは基本的にはそういうまめに取る相手なんて私はいなかったわけですよ。仕事以外に連絡をこう頻繁にするっていう男性の方もいなかったですし、だからそういうこまめな連絡っていうのをスタートはやっぱやらなきゃいけないなとか、なんかそういう自分の感覚を恋愛モードにちゃんとしていかないと、やっぱ相手がせっかく少しこう寄ってきてくれたのに、自分が行かないと進まないなと思いました。なのでそこは車椅子であろうがなかろうが関係はないんですけど、でも車椅子、障害があるってなると好きになってもらえるのかな、本当に大丈夫なのかな、いいのかなっていう思いがありました、私自身も。なので今の方に、車椅子だけどいいんですかとか、車椅子って気にならないんですかっていうことを実際に聞いたんですね。で、これを自分で言うのもなんか違うなと思うんですけど、でもその車椅子とか全然気にならないよと、そのやっぱ私自身をね、私自身の中身とか私自身を好きになってくれてるから全然気になりませんよって言ってくれたので、めちゃくちゃ嬉しかったですし、やっぱ好きになるって、恋愛するってそういうことなのかなと思いました。で、その彼氏はですね、一応医療関係ではあるんですけど、その頻繁に車椅子の方と接するとか、車椅子の方に接したことがあるとか、なんかそういう感じではないので、私自身がこう車椅子でこうしてほしいなとか、こういうサポートしてほしいなっていうのをお願いしながらやってもらうようにしてます。だから医療従事者だから、もしかしたら
医療関係だからもしかしたらその車椅子に抵抗ないのかななんていう思いも若干なくはないんですけど、まあ、でもそれでも、うん、まあどっちみち関係ないって言ってくれたのがすごく嬉しかったですね。え、これってのろけなの？いやだやだやだ、いや別にのろけてるわけではないんですけど、今恋愛になかなか前向きになれないなっていう方もいると思います。車椅子で好きになってもらえるのかな、障害があって好きになってもらえるのかなって思ってました。私も思いました。でも好きになってくれる人はやっぱり好きになってくれるから、しっかり自分もその好きになってもらえるように、もうマイナスなことじゃなくてね、車椅子だからじゃなくて、自分の心の、自分の性格であったり、自分の心のいいところ、自分のアピールポイント、別に身体がにさ障害があったとしても別に心に障害があるわけではないでしょ。そのちゃんと自分のこういうところを好きになってほしい、こういうふうに、サポートはしてほしいけど、こういうところで楽しませるから、楽しいって思わせるからっていうふうにやっていくべきなんじゃないかなと思いました。今後もね、だからその SNS で伝えることはないけど、まあ、今回伝えたのは、やっぱ皆さんに私ずっと車椅子の恋愛についてできるかな、できるかなって、まあ、私自身も彼氏欲しい、彼氏欲しい、誰か紹介して、誰かって言ってたのもあったので、やっぱり報告しないとダメだなと思って報告してます。あ、コメント見ると、私のね、視聴者さんってやっぱりおじさま方がすごく多くて、いい感じでアピールしてくれる方々も多いので、まあ、実際彼氏ができてその人たちがってなってるかもしれないですが、ぜひ見守っていただけたら嬉しいです。で、あと、まあ、ないと思います。別に私そこまで有名人じゃないのでないと思うんですが、本当に相手がいることなので、たまにたまたま街で誰か男性と二人で歩いてて、あれ彼氏かななんて思った方は心にそっとしまっておいていただけたら嬉しいです。なんか写真撮るとか、なんか写真撮って SNS 上げるとか、なんかそういうのじゃなくて本当に見守っていただけたら嬉しいですし、あと仕事柄、まあ、性格柄、別に彼氏じゃなくても私はいろんな男性陣と2人でご飯行くこともあります。なんか彼氏いるのに遊んでるみたいなことではないということをお伝えしていきたい、お伝えしていきたいじゃない、お伝えしたい、しておきたいと思います。はい、それはちゃんと彼氏にも言ってるのでね。障害もあるし、発信者として顔出しもしてるし、セカンドバージンのそういう下の話って言ったらあれか、性の話もしたり、すごい私はオープンにしてるんです。だからその分、発信をしてない障害の人たちよりも、彼氏ができるってより私はハードルが高くなって自分で勝手に上げてるなっていうのを思ってたんですが、それでもできるんだよっていうことを皆様に知ってもらえて、なんか少しでも、おい、俺もいけんじゃね、私もいけんじゃねって思ってくださったら嬉しいです。コメント欄にたくさん聞きたいことあるかもしれませんが、本当にちょっとね申し訳ないけど答えれないんです。私の幸せを願うなら私をそんなにいじめないでっていうことで、ぜひおめでとうおめでとうって言ってくれたら嬉しいです。今後も恋愛トークでは、誰かとね対談した時とか、恋愛トークでは彼氏とどうなんですかみたいな話で、まあ、お話が何ですか、その詳細じゃなくてね、状況的なものでは、あ、いや仲良くやってますよみたいな話はあるかとは思うんですが、今後の動画でなんかこう自分から彼氏のワードを出すってことは基本的にはないと思いますし、もし次彼氏ワードが出るとしたら、それは別れたご報告でありますので、別れた動画が出ない限りは、あ、順調なんだなと思っていただけたら嬉しいです。はい、ということで、おめでとう、これからも恋愛頑張ってねって思っていただけたらいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。